疲れ様でーす。釣りレシピでーす。こんばんは。今日もまた出てました。新しい釣り具で、まあね、そろそろね、こうアジングなどが、いい時期になってきましたよね。アジングはまだいい感じにね、釣れてるみたいな、様子ですが、青物はね、そろそろ大阪湾の湾奥は厳しくなってきたようです。さあ、で、今日のですね、ダイソー釣り具の、新しい新商品をね、紹介していきたいと思います。これは新商品ではありません。新商品は、これです。ティティーン。ソリッドリング。2号と4号が発売されています。ソリッドリングでね、ルアーとこのように結束するという方もいらっしゃると思いますし、いろいろなね、釣り具を自作される方も、このソリッドラインね、ソリッドリングあった方が、心強いということで、セリアさんなんかはソリッドリングがあったんですが、ダイソーさんからも2号と4号のちょっと大きいですよね、4号になるとね、ソリッドリングが出ています。4号で引っ張り強度は、100キロ以上、2号の方でも、90キロ以上ということになっております。で、ちょっとね、すでに別のものを作る動画で、一回、利用させてもらってるんですけども、このソリッドリング、10個入りです。でですね、例えばこのソリッドリングが、なんでしょう、角が、バリがあったりとかして、擦れて、バラしてしまうとか、いうことはですね、音と。はい、ないような形の、ちゃんと、処理を、縁の処理をね、しっかりされた形になっているのが見ていただいたらわかるかと思います。はい、またね、ダイソーから魅力的な商品が出てまいりました。さあ、それでですね、もう一つあるんですよ。このもう一つがちょうどこれと関わっています。ででーん、ライトゲーム用ジグヘッドデルタ新パッケージで登場です。 1.5g が出ておりました。で、以前からね、このデルタの方あったんですが、ちょっといろいろポイントもありました。ご指摘されるポイントもありましたので、新パッケージになってどう変わっているのか、開けて見てみたいと思います。ね、アジングの、はい、感じですかね。はい、アジングのね、ものにすると、これ結構長めの、ジグヘッドとなっています。少し長いのではないでしょうか。はい、でですね、はい、こういう三角形の綺麗な、三角形の形をしておりますので、左右にね、こうダートさせるようなアクションが可能となっております。一部の中でこのジグヘッドとこのアイの隙間がちょっと大きいんじゃないかと、この幅ですね、という指摘があって、旧商品と見比べたのですが、そこは大きな変更はないようでした。ただですね、このフックの部分を見ていただきたいんですけど、フックについても返しが低いというですね、指摘を見たことがあるんですが、返しについては、はい、結構いい感じで返っております。フックの先端についても、しっかりと、尖っているということが見たらわかるのではないでしょうか。なかなかね、他の、残りの、分についてもですね、同じくしっかりとフックの方は、尖っております。かけた瞬間に刺さ
ありそうな、そういう、形となっております。で、まあ、これからね、アジングしてみようっていう方、このじゃあ、1.5g ダイソーの、ジグヘッドデルタで、どれぐらいのワームをつけるかなんですが、このですね、ついに開けますね、これ。大阪フィッシングショーでいただいてから開けてなかったんですが、はい、じゃじゃーん。開けます。1.5 インチの、これ、ドレッサンのですね、ラビットという、ワームなんですが、このめっちゃいいですね。このワームまずめっちゃいいですね。このドレッサンのラビットね。これただでもろたんですけど、これめちゃめちゃ釣れそうやないですか。これ、ええわ。これいいっすね。で、まあさ、それはさておき。この 1.5 インチのワームなどになると、見ていただけたらわかると思うんですけど、ちょっとかかりが深くなりすぎてしまうと思います。ね、はい、こうなってしまうと、ちょっと難しいのではないでしょうか。はい。で、そこで、それでは、こっちですね。これも結構釣れそうな、いいワームなんですけど、キャンドゥさんの、5センチのワームですね。これになるとですね、ちょっと刺してみますね。結構奥まで刺せちゃいますね。あ、ちょっとごめんなさい。あ、ちょっと雑かったです。ごめんなさい。5センチのこのワームでこういう感じになりますね。これでもなんか釣れそうですけどね。なんか頭とかでも釣れそうですよね。で、フックは結構太いんで、根魚なんかでも拾えたりするんじゃないでしょうか。これぐらい丈夫だと。はい。まあ、以前のパッケージとの改良点については、大きくは分かりませんが、逆に改悪点もございません。強いて言いますと、若干 不評だった、このフックのですね、先端、返しや先端の尖り具合については問題はないということが、今の商品で分かります。はい。5センチのワームでこのような感じになります。もうちょっと。出てないあれですけど、やり方ですが、ちょっとこれぐらいで刺したらいいかな。こんな感じですかね。はい。綺麗に刺さりました。こういう感じで。はい。ちょうど良いぐらいではないでしょうか。さ、でですね、元からダイソーで出ております。はい。私、早速使ってます。特許。申請中のこのダイソーの箱。早速使っておりますが、あ、ありました。はい。これが元のね、古いダイソーの、ジグヘッドデルタですね、これがね。で、あ、よくなってるわ、やっぱり。これ、新しいジグヘッドデルタです。で、見比べましたら、明らかに、ほら、あ、全然ちゃいますね、やっぱり。返しの、ところが、あ、やっぱ古いやつはね、返しがちっちゃい。ちゃんと返ってないですね。はい。ちゃんと返しが返っていません。それとやっぱり作りも若干雑いような気がします。新しい分は、ヘッドの後ろの、三角の凹みの部分をですね、綺麗に整えられていまして、先端部分についてはあまり形は変わりませんが、返しはこっちの方が明らかに良くなってますね。だから改良されてます、これ。おー、なるほど。で、それとですね、あ、これちょっと地味な改良なんですけど、僕はこれは個人的には嬉しいな。見てください、これ。穴の部分が、以前のものよりも、はい、今回のものの方が、大きくなってるんで、はい。これ通しやすくなってると思います。
あの、あれを、糸とか、LINE であるとか、スナップ使う方はスナップなどが、新しい方が通しやすいですね。あ、これ全然ちゃいますわ。あ、うん。違う。に、同じように見えてね。だいぶ違いますね。これが1。まあ、大体グラムはね、ほとんど一緒やと思うんですけれども、感じもね、みたいなもんなんで、あれなんですが、うん、こちらの方がね、このラインアイがちょっと大きい。で、返しはもう確実にこの新商品の方が良くなっています。ですので、並んでいたら、この新しいものを買うことをお勧めします。ダイソンさんね、ジグヘッド、デルタ、改良して、今回、出してきました。また、冬のアジングのお供に、アジングのお供に、ぜひ、ご利用、ご活用ください。それでは、今日はここで終わります。それでは、お疲れ様です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、さよなら。